長文すいません。格ゲーをデタラメでなく、まともに触ったのは、えー、おとついの10月くらいからです。一昨年の10月くらいからです。えー、格ゲーはセンスや才能じゃないと聞くので、えー、ゲーム、ド下手ですが、スト5でトレモに毎日2時間以上こもりました。うん。体育や密着を作ること、えー、遅らせぐら、えー、当て投げや投げしけ狩り、ダウン、 技からの受け身確認を決めよく失敗する今後のボタンの押し方を強制など毎日トレモレセットプレイや基本コンボなどの、えー、メニューを誇張なく、えー、100から200回ずつは練習しコンボや河川の失敗率なども記録するなどしてランクマも1万試合以上を、えー、1年でやりました、うん、放置ほとんどなしで、えー、プレイ時間は3000時間いってましたでもその結果未だにシルバーです有料サブスクなので上級者にリプレイを見てもらったつもりも、えー、定期的に もももららっったりも定期的にしてもらってます、うん、特に体育はしゃがみ昇龍、えー、めくり昇龍通常体育コンボなど、えー、相当意識してブロンズからシルバーにしては多少は出してる部分だと思うんですがだから勝てるでもなくボコボコにされます、うん、新しいことができることの喜びはも,もちろんあるはずありはするので勝ちより、えー、そこを喜べと言われたらそうなのかもしれないですが、えー、誰しもこんなものなのでしょうか さすがにセンスや才能はやっぱりあって、自分は相当ない部類なんじゃないかという気がするんですが、えー、この程度では努力不足だったり、間違った努力しかしてないんでしょうか。うん、なるほど。あのこの人は多分、遅咲きタイプだね、簡単に言うと。うん。その、対戦する上で、やっぱりそのやれることっていうのは、ものすごく限られてて、技術的に。 そのむずすごいその難しいことをいっぱいやろうとしててそれがまとまってないんですよねこの人うんだからやっぱ対戦ってやっぱりそ相手がどう動いてくるか相手が動いてくることに対して予測を立てて反応したりとか、まあ、そ,それがやっぱりすごい基本的なまあ動きになるんですけど、まあ、だからこの人の場合だと時間の効率があのー、多分 例えばそのシルバーからゴールドに行きたいってだけやったらあんま良くなくて、うん、そうやることを、あのー、正直、このレベルタイやったら、なんかね、まあ、どのキャラ使ってるの分かわかんないんけど、まあ、これしなくてもいいなっていうのが多分多いんですよね。例えば、なんだろうなちょっとこれ対戦みたいな名頼まいへんけど、 まあ確かにこの今この人が練習しこるってめちゃくちゃためになることやねんけど、まあこれが勝率にそのまま直結するかっていうと、だこれやってるより、あの、百貫落とししてるだけの本なの方が強いんですよね。あの、仕事帰りに、仕事終わった後にちょっと百貫落としでもするか、プチってやってる人のは強いんですよ。この人より多分。で、格ーってそういうもんで、勝ち方っていうのがあるんですよね。でも、あの、その人より絶対この人の方が強くなるんですよ。 あのー、これをやり続けたらね。まあだから、あのー、これを続ければ100%強くはになりますね、うん。で、ただ時間がかかる。だから効率が悪い、簡単に言うと、この人は。うんあのー、練習の効率があんまり多分よ,よくない、やってることの。その、何が必要、自分に何が必要なのかっていうことを、教えてくれる人がいれば、もっと伸びるかな。ただ シルバー隊で対戦してて、どうやったら勝てるかっていうのを、まあ自分で考えたら一番いいけど、まあそうじゃなくて、例えば第三者の人が、あの、これやってればこの人には勝てるよっていう。てか、数えて、この、この練習メニューをすれば勝てるんじゃなくて、この人にはこれやってれば勝てるよ、なんですよ。基本は。多分10個やらなあかんことがあったとしても、 今目の前の前相手にに勝つたために必要なっって2個ぐらいやったりする,す,するんですよ。で、あとの,の8個いらないんですよ。まあ、なので、そこかな。うん、そこの視作選択をしたいかな。うん、と思いますね。はい。かな。うん。だから全然、あの、すごい伸びる素質がある人だと思いますね。あ、そう、対空出ないやつは、そうそう、対空出ないやつには、猿みたいに飛べる。そう,そういうことだよね。だって、だから、対空出さない、出さないとと思って、ま、全 てててるっっっうのってめっちゃ弱いんですよね飛んでくるかわからんから。でも相手がアタイプ出せないと自分が飛べばいいから。と思いますね。とりあえずはね。うん、じゃあ次行きます。えー、こんにちは。僕はガンダムが好きです。えー、大阪のゲーセンに行くと横に鉄拳があり、あまり楽しくプレイできません。えー、周りのガンダム勢も黙々やってます。えー、息しにくいです。もう二度とできません。 ガンダム専用フラみたいなのを作ればみんな楽しくワイワイできるのねと思います。ハイタニさんはどう思いますかまあ、これはゲーセンの戦略ですね。あの、ガンダム税をあのー、動物化させないために、あのー、鉄拳税を横に設置しているわけです。これはあの、完璧にそれは狙ってやってます。あの、あなたあなたちを静かにさせるためにそうしてるんです。<laughs> そうしないとあなたたちがもうあまりに人に迷惑をかけるから、騒ぎすぎて。はい。なのであのー、 そう,そういうもんなんです <laughs> それぐらいあなたたちで普段騒いでるんですゲームセンターで本当に <laughs> はいあの店員の仕事を減らす工夫だねはいじゃあ次ます、えー、私は数々の対人ゲームを経験してきたので暴言や煽りプレイに対しての勘が麻痺しており何も思うことがありません <laughs> 病気やなこれ <laughs> しかし対人ゲームの経験が浅い友人が食らうと精神ダメージがとても大きく励ましたり気にするなといっても何の効力何も効力がありませんそういう人たちに対して慣れて体勢をつけるというのは酷だなと思うのですが何かいい方法はありますかまあ結局あのー、ユーモアやと思いますようん面白く植えるかどうかと思いますよいやと思いますけどねこういうのは 敗退にも何も感じない側あーまあ今となってはね今となってはもうそういうもんやから別になんとも思わんけどでも最初はびっくりしたけどね大会の時にでほんまになんか全然その知り合いでも何でもない人がなんか自分のプレーに対して「おい何そんなやってんだよ」みたいなとか普通になんか普通になんかこう暴言っていうか、うん、言,って言ってるからえっ、ー、っていうのは思いましたけど。 まあ今となってはもうまあそういう文化なんかなっていう感じですかねまあだからちょっとその面白く煽っていきましょううんそしたらなんかあおも要するにこれって何でこの暴言とかありプレイがなるかっていうとやっぱ面白いからっていうのあると思うんですよねまあほとんどの人は面白くないと思うねんやけどまあ、面白いことがあるやんっていうのがちょっとそういうハゲの文化やっていうのをまあ伝えて あげましょう,あ,そうだ、ね、あとはど実力がどのくらいかそう,そうだねそうそうそうほんまにその絶対勝てないボコボコにできるような人にあのー、を煽るっていうのはまあないねうんやらない方がいいねまあやっぱり勝てない人の方が青それはやりやすいねあの勝てないというかそのたまに勝てるぐらいの人がやるのが一番いいね基本的にはその勝敗はもう向こうに譲ってんねんけどまあそこでちょっと。 なんか青うん、たまに買った時にあおるぐらいがまああん的には一番いいんかなって気がするよねまあちょっとこの辺はまあちょっとデリケートな問題でもあるんでねまあ気をつけながらやってください、うん、そのバランスはでもほんまに一番大事やからね